髪の毛を前後二つに分けます。前の毛束をさらに上下に分けます。毛束を前後2つに分けます。顔周りの毛束にアイロンを斜め上から入れ、外側に向かって半回転巻き込みます。次に下からアイロンを入れ、内側に向かって半回転巻き込みます。毛先に向かっておよそ5センチから10センチほどの間隔でアイロンを外側と内側交互に滑らせます。外側と内側を交互に半回転ずつ巻きながらアイロンで癖づけます。毛束を横に引っ張り、アイロンを斜め上から入れ、外側に半回転巻き込みます。次に下からアイロンを入れ、内側に半回転巻き込みます。毛先まで交互にアイロンで癖づけます。外側と内側を交互に半回転ずつ巻きながらアイロンで癖づけます。毛束を横に引っ張り、アイロンを斜め上から入れ、外側に半回転巻き込みます。次に下からアイロンを入れ、内側に半回転巻き込みます。毛先まで交互にアイロンで癖づけます。トップの毛束を上に引っ張り、根元に近い部分をアイロンで挟みます。そのままアイロンを少し内側に入れ、10センチ程度滑らせ癖づけます。髪全体にウェーブを作った後、手で毛束を揺らしながらほぐします。仕上げにワックスやスプレーでウェーブをキープして完成です。